また東京とは全然雰囲気が違うでしょ。あ、素晴らしいですね。はい、スタジオという感じです、本当に。え、もう走って出たら泳げるっていう。皆さんこんにちは、沖縄平和トーキングラジオ南から風よの時間になりました。私はパーソナリティの木村明です。今日はゲストに東京から、Zoom でのご出演となりますが、青山学院大学名誉教授の幅久美子先生に出ていただきます。幅先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。どうもお招きいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、幅さんにはですね、東京でもですね、沖縄でもいろいろなところでお会いしたり、ISF 独立言論フォーラムの方にもですね、公開シンポジウムや動画出演をしていただいていまして、うん、本当にありがとうございます。こちらこそどうもありがとうございます。今日は FM 宜野湾への生出演ということで、これは初めてですよね。あ、そうですね。はい。沖縄の方々にお話しできるのすごく楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。いつものようにじゃあですね、木梨昇吉さんの花から入らせていただきます。よろしくお願いします。今聞こえます？あ、はい、聞こえます。はいはいはい、今コマーシャルに入りました。あ、そうですか。はい、はい。今さっきこれつけるの忘れてました、僕は。ああ、ただ声は聞こえたのでね。つけた方がいいですか？はい。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫ですよ。声はよく聞こえます。あ、私はこのままで大丈夫ですか？今のは流れてません。はいはい、今コマーシャルが流れてますから。分かりました。大丈夫です。あ、本当ですね。
はい、それでは始めさせていただきます。幅先生どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、で幅先生には今日ですね、もちろん沖縄の話、東アジアの危機とか台湾有事についてもお聞きしたいと思いますが、その前につい最近ハンガリーにも訪問されて、来られたということで、ハンガリーといいますかヨーロッパの話もお聞きしたいと思います。今バックに映っているのこれウクライナのキーウですか？そうです、とても綺麗でしょう。あ、本当ですね。はあ、とは思えない、まあ、もちろんその前のなんですけど、はい、広場のところで、綺麗な教会がたくさんあります。はい、まあ、そのウクライナ危機紛争ですが去年2月以来現在まで続いてますけれどもね、ハンガリーには どういう目的で行かれたんでしょうか？私たちは憂慮する歴史家が停戦を求めるということで、これまでロシアや中国やインド、それから今度広島サミットの時には EU の G7 の人たちに全て停戦を要求するというのを韓国の50人と一緒に100人の署名をつけて、署名とそれから要求書をつけて、それを英語で送って。ああ、素晴らしいですよね。日本では幅さん以外では和田春樹先生とか伊勢崎健二さんとかね、いろんな方がね名前をね取られておられましたよね。はい、ああ、そうですね。田中優子さんとか上田千子さん。ああ、すごいですね。はい、でハンガリーはもともとご専門ですよね、幅先生。そうですね、昔昔。はい、私もユーゴスラビアでしたのでね。はい、ね、不思議なご縁ですが。はい、まあ、ハンガリーをはじめとするいろんな国の革命をやっていたんですが、うんうん、ちょっと最近体制も変わったので、あ、はあ、ちょっと疎遠になっていたんですが、はあ、ハンガリーで、その世界の平和を望む、停戦を望む学者たちが集まる、うん、シンポジウムがあって、それにその後憂慮する歴史家のその停戦研究のグループが、うん、和田春樹先生代表として呼ばれたんですね。ああ、そうなんですね。和田先生が参加できないということだったので、私一旦お断りしたんですけど、まあハンガリーですし面白いかなと思って、うん、急遽参加させていただいたんですが、それで経由で行ってきたんですけれども、はあ、6月の、6日から7日にかけてヨーロッパで開かれた平和会議ということです。うん、で幅さんのプロフィール紹介をちょっと省いてしまいましたが、幅さんはいろんな役職もされていて、世界国際関係学会の元副会長、世界国際関係学会アジア太平洋会長とかですね、日本学術会議の元会員で現連携会員などもされてますよね。大変なご活躍ですね。ありがとうございます。いえいえ、初期には学術会議でも、はい、地域紛争をいかに平和的に解決するかという大きな討論をします。ああ、素晴らしいですね。うん、聞いてください。はい、はい、でハンガリーの雰囲気どうでした？あ、なかなかすごく面白かったです。まあ、著名な人だとジェフリー・サックス。ああ、ジェフリー・サックスさんね、今注目されてます。彼がコロンビア大学でしたっけ？そうですね、はい、コロンビア大学です。で、あと、キショール・マフバニという元国連安全保障理事会の議長が、はい、リバー・ガングリーというインド政府外務省長官とか、それから、ドイツ人でミヒャエル・フォンデア、シュレンベルクという国連、うん、上級の、元ドイツの外交官、欧州安全保障協力機構の代表など結構そうそうたる人が来ていて、ほうほうほう、まあ、特にインドとかカタールとかドーハなど中東の人たち、それから欧州の平和主義者で、東アジアからは宗派ってご存知ですかね、宗派、中国の清華大学の教授。ああ、そうですか。ほうほう、キム・ジョンヒョンという、東亜グローバル大学教授、そしたらこれは北かもしれないですけど、はあはあ、
いらしていました。で、2日にわたる大会が開かれて、はい。まあ、基本的な姿勢は欧州における戦争の深刻な影響が、特にインフレとかエネルギー価格の高騰などを引き起こしていて、まあ、それは背景にそのアメリカなどのその軍事産業の、はい。戦争による儲けがあるのかっていうような本当ですよね。ことを、赤裸々に批判されていました。で、なおかつ、まあ、いかに平和への道を実現するかということで、その武力紛争の解決に際して、まあ、戦争に反対し平和構築を、まあ、メディアと学者と、それから市民、平和的な市民の間で後半に広げていこうっていうことで、なかなか面白かったです。ああ、ただ今ヨーロッパ、フランスを中心にすごいこうデモを集会といいますか、大変な状況が起こってますよね。そうですね。やっぱりその生活が、特にエネルギー価格の高騰で非常に生活が不安定になってきているので、ノルドストリームの破壊によってアメリカから高い天然ガスとか石油を買って、そうですね、電力やっぱ料金り、が4、5倍になったとかいう話ですよね。そうですね、飛行機も、まあ、今回はトルコから行ったので少し安かったんですけど、去年の夏に半年前に行った時には、45万ぐらいしました。うわー、高いですね。あ、やっぱ値上がりしてるんですね、飛行機もそね。うですね。あと、そのハンガリーで買い物をした時に、その食事、レストランもそうですけど、全部4、5000円したので、日本とほとんど変わらないか、日本より高いや、い日か本よりなもと高か、いでしょう。ちょっとびっくりしました。で、これで生活できるんですかって言ったら、ここ1、2ヶ月、ものすごく物価が上がっているっていうことを言われていて、あれだと本当にデモを起こしたくなるような状況ですね。だから徐々に市民の間でも、そのロシア制裁とウクライナ支援をやめようという声も高まってるんですよね、実はね。そうですね。それ特にだからドイツとかイタリアなどはそうだと思うんですけど、はい。実は私その後科学アカデミーの、研究所に行ったんですが、ウはい。クライナを研究している人に会ったんですけど、ちょっとその時には、まあ結構オルバン政権を批判していましたので、やっぱり両方あるのかなっていう気ほがしんまほすんね。ほんほまあ、科学アカデミーは社会党の影響力もあるので、国内がちょっと鈍化されてるかなっん。ていうような気がありましただ、た。ハンガリーの今の現大統領というかは、ロシア制裁にあまり消極的ですよね。ですから基本的にはオルバン政権がバックアップする形で平和会議を招集したんですけど、ああ、やっぱりそういう背景があるんですね。でも先ほども述べましたように、結構そうそうたる方々が世界中から集まってきていて、やっぱりこれではいけないんじゃないか、特にその、アメリカが、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。すみません。軍事においても、経済においても、それからまあ政治的にも、イニシアを取って、アメリカに利益がこう、導入されるような形で、現在のウクライナ戦争が行われてるっていうようなことを、まあ、かなりいろんな人が明らかにしていました。アメリカからも、先ほどのジェフリー・サックスもそうですけれども、何人もの人々が来ていて、だから軍需産業が大儲けしているというお話もありましたけれども、ウクライナ支援のそのお金とか武器もかなり途中で消えているというか、直接にあまり届いてないとかね、そういう話も出てますよね。そうですね。武器の半分近くが、まあ、周りの紛争地域ですから、シリアとか周辺国に切り裂かれていて、これもそのうちアメリカで議会で問題になるんじゃないかっていうようなことも言われていました。
なんで、アメリカの面白いところは、日本などと違って、共和党があるからかもしれないんですけど、バイデン政権批判する側からの意見もあるし、民主党のラディカルな意見もあるので、結構アメリカやカナダに行った方が、あるいは今回の、ハンガリーの、欧州での平和フォーラムに行った方が、新しい意見がどんどん、非常に刺激的でした。アメリカの動きで面白いと思うのは、トランプさんがまた次の大統領選に、ね、共和党から出る可能性が非常に強まっていると思いますが、そのトランプさんだけでなく、民主党からロバート・ケネディ・ジュニアさんが立候補していて、実は密かにこう支持率も上がってきているということで、お二人が言われていることは、もうウクライナ戦争はやめさせるということと、世界から米軍を撤退させるみたいなことまで公約としてロバート・ケネディさんなんか明確に打ち出してますよね。そうですね。ただ、なんかロバート・ケネディの影響力は、選挙戦ではあまりないんではないかということは言われていて、でも、共和党が勝つ可能性がありますよそうでね。すね、基本的にはその可能性が高いと思います。ただ、民主党の中で支持率が今もう2割から3割とか、どんどんロバート・ケネディさん上がってきてるという情報も出てますよ。そうなんですか。バイデンさんはもうお年ですから、僕は来年の選挙に本当に出れるかどうかも疑問符がつき始めてるんじゃないかと見てますけどね。と違って、共和党があるからかもしれないんですけど、バイデン政権批判する側からの意見もあるし、民主党のラディカルな意見もあるので、結構アメリカやカナダに行った方が、あるいは今回の、ハンガリーの、欧州での平和フォーラムに行った方が、新しい意見がどんどん、非常に刺激的でした。アメリカの動きで面白いと思うのは、トランプさんがまた次の大統領選に、ね、共和党から出る可能性が非常に強まっていると思いますが、そのトランプさんだけでなく、民主党からロバート・ケネディ・ジュニアさんが立候補していて、実は密かにこう支持率も上がってきているということで、お二人が言われていることは、もうウクライナ戦争はやめさせるということと、世界から米軍を撤退させるみたいなことまで公約としてロバート・ケネディさんなんか明確に打ち出してますよね。そうですね。ただ、なんかロバート・ケネディの影響力は、選挙戦ではあまりないんではないかということは言われていて、でも、共和党が勝つ可能性がありますよそうでね。すね、基本的にはその可能性が高いと思います。ただ、民主党の中で支持率が今もう2割から3割とか、どんどんロバート・ケネディさん上がってきてるという情報も出てますよ。そうなんですか。バイデンさんはもうお年ですから、僕は来年の選挙に本当に出れるかどうかも疑問符がつき始めてるんじゃないかと見てますけどね。いずれにしても、演説をしてるときに倒れて、そうでしたね。ついて。これまでも何度かね、タラップでこけるとかもありましたけど、体調もね、それから無呼吸なんか症候群みたいな病気もあるとかいう発表もされてますよね。だから健康面でもいろんな問題が今明らかになりつつあるということだと思いますけどね。ということでですね、で、ウクライナ、ヨーロッパ情勢はそれぐらいにしましてですね、そういうヨーロッパの、ウクライナの戦火を受けて、それが東アジアに転嫁するのではないかと、とりわけ台湾有事が迫っているのではないかという、そういうなんか煽るような報道とかもですね、されて今日に至っているんですが、幅さんはそういうふうな情勢についてはどういうふうに見ておられるでしょうか。東アジアの戦争の危機というのは本当なのか、あるいはなんかその雰囲気だけが作られようとしているのか。ウクライナ戦争が続けば続くほどだっていうことも言っていただいて、すごくいい会合になりました。ですよね。この沖縄を平和のハブとする
東アジア対話交流っていうのは、今回が2回目だったんですか？ 6 月24日がですね。で、最初が今年の初めでしたですか？あ、去年。ああ、それはどういう経緯でやられることになったのか、もう一度ちょっと詳しく、どういう方が中心になって、はい。ですよね。この沖縄を平和のハブとする東アジア対話交流っていうのは、今回が2回目だったんですか？ 6 月24日がですね。で、最初が今年の初めでしたですか？あ、去年。ああ、それはどういう経緯でやられることになったのか、もう一度ちょっと詳しく、どういう方が中心になって、はい。はいはい。はい。ああは、サルタサヨさんですね。はい。弁護士の。はい。あは、ND 侵害行為イニシアチブをやられてますよね、猿田さえ弁護士はね。はい。あはは、はい。ああ、はあ、取り上げられたんですね。はい。はい。おお、素晴らしいですね。アクセスがあったんですか。ああ、すごいですね。反響があったんですね、沖縄。それがこう何ヶ月も続く中で、
ぜひじゃあ第2弾やろうっていうことで、それから沖縄に何回も行かせていただいて、沖縄の議員さんたちが中心になって、まあ、とかそれから寿司店さんですかね、あ、ごめんなさい、長寿さんとか、いろんな若い方々が沖縄がたくさん議員さんになってらっしゃる、それも素晴らしくて、その若者がぜひ平和の春を担って、これから21世紀の平和の沖縄を作っていこうという運動がすごく盛り上がったんですね。で、日程をじゃあ日の日に次にしようということになって、これも大成功だったんですけど、いろいろな日にその首相やいろいろな方がいらした次の日に、やっぱりその基地ではなく平和ということを発信することができたので、まあ、住民の方々も沖縄に集まってくださっているときに発信できたということです。で、多分来年も今後、慰霊の日の次の日に、平和の春へということを続けていって、私の目標としてはできれば10年以内に沖縄に東アジアの、センター、はい、USCE のようなヨーロッパの全欧安保協力会議のような全アジア安保協力会議を、安全保障の問題を市民が自分たちで話し合って、うんうん、ミサイルいらない、必要なのは文化交流であり安全保障を話し合うための場なんだということにしようというふうに考えていて、まあ、新しくできる首里城をアジアの東アジアの国連の中心にできたらいいな。はい、素晴らしい構想ですよね。沖縄をハブにしながら台湾、中国、韓国ね、などもつなげてですね、平和のね、発信を、あ、インドとかもね、素晴らしいですね。いやいや、それはもうぜひですね、今後もですね、ぜひ頑張っていただきたいと思いますし、はい、私どもも一緒に、はいはい、どうぞ。もう一つの成功の要因は、はい、一つは、歌、それから踊り、それから食なんですね。ああ、はあはあ、文化ですね、芸術も。はい。で、最後をカッチャーシーで締めたっていうと、ああ、いいですね。バカバカの歌とか、はい、中国の小さな森っていう、コロナの時に、18カ国ぐらいに広がった歌を、西安大学の学生さんたちが歌ってくれたり、うん、で、最後は、ごめんなさい、角間釈迦さん、ラップで、マッセージを批判する歌を歌ってもらったりとか、ね、若者たちをすごく引きつけたっていう話ですね。それから、琉球新報ホールの外側に広場があるんですけど、はい、そこの広場で、中国のカレーとか、ベトナムのフォーに似たお食事とか、それから中国、台湾の小学校とか、そういうその食のレベルでも一緒に食べて、なって、そして政治の話をしようという形になったので、それも大成功。ああ、よかったですね。うん、先生も踊って。ああ、そうですか。はい。ああ、そうですか。会場からアンコール、アンコールってすごい、声が聞こえて、もう沖縄の人たちもびっくりしてました。カチャーシーのアンコールが出たの初めてだ。ああ、そうだったんですね。僕は残念ながらですね、その時は東京で9.11 事件の公開シンポジウムをやってましたのでね、参加はできなかったんですが、次回はぜひ来年はぜひ参加させていただきたいと思いますし、今あれですよね、デニー玉城知事は自治体外交ということでね。
はい。日曜日に学術会議の地域紛争を平和的に解決するという、シンポジウムがあるんですが、ガベさんも参加するので、はい。いいですか？はい。じゃあ、後半部分入らせていただきますね。はい。で、後半部分は、もちろん、今さっきお話ししていただいた東アジアの危機、沖縄は台湾問題とも関連するんですが、昨年の12月16日に、閣議決定で防衛3文書なるものがですね、決定されまして、戦後の日本の、安保政策が大転換したと。まあ、そうです専守ね。防衛から先制攻撃もできる国への転換とかね、そういうふうにも言われたと思いますし、宏池会の鳩派の広島出身のですね、岸田さんの下で、今までの平和主義を投げ捨てて、超軍拡路線といいますかね、軍事大国化を目指す国に今、日本がなろうとしていると。そうですね。ね、今43度兆円のは、ね、予算も今から防衛費、軍事費に費やして、そうなるともう世界第3番目の軍事大国になるということでもありそうでますすよね。ね。この動きをどういうふうに浜さんなんか見ておられるでしょうか。そうですね。やっぱり安倍さんがもうすぐ一周忌になりますけれども、亡くなられた、暗殺されたということがすごく関係してるんだと思うんですけれども、やっぱり今日本政府としては多分そうするしか道がない形に追い込まれているんではないかと思います。おっしゃるように、もともと岸田さんはアト派でしたし、宏池会のメンバーだったので、外務大臣から首相になられる過程の中では、ちょっと私も期待していたところはあるんですけれども、当あ初、ま総りに裁も選などでは結構ね、そういうリベラルなご自分のそうでね、すポリシーね。的なことも言われていたおっのしが、ゃってました全よくそのね。後変わりましたよね。そうですね。やっぱり、安倍さんの死が一つの転機になっているのかなという気もいたしますし、また、アメリカが、欧州に対しても、日本や韓国に対しても、積極的に同盟関係を推し進めているっていう側面も、無視できないと思います。で、ですね、特におっバイしデゃンられ大た統領ようはに、何かあれですよね、岸田に軍事予算倍増を俺が説得してやらせたんだみたいなことを言ったとかいう報道も出てますよね。そうですね。はい、まさにそういそこうまで力言関う係かっでていう今感じ。動いていると思います。で、僕は非そう常でにす怖いね。なと思うのはですね、GDP2%を2倍にするというような動きがですね、
国会でもメディアでもですね、それほど大きな問題にされずにですね、すんなりと通ったかに見える状況が今あるということでね、国民もあんまり反対してないように見えますよね。やはりそれはウクライナ戦争でロシアがいかに危険なことをしていて、はい、今回もそうですけれども、はい、ロシアが核を使うかもしれないということでこう報道され続けているので、うん、日本も守らなければならないのではないかということを真面目に新聞を読んでいる人たちだからこそ大手新聞の役割は、あるいはテレビですよね、はい、大きいと思うんですけれども、はい、批判できない状況に押し込まれているんじゃないですかね。そうですね。GDP2% と言いますけど、今もうどんどん円が安くなっているので。本当ですね。買い叩かれてますよね。はい。うん。気がしますね。で、特に今日の新聞では、輸出についても、はい、憲法9条があるにもかかわらず、殺傷能力がある武器を、そうですよね。輸出できるというところまで話し合って、出していくことになっているので、これに対してやっぱりこう、いかにその日本の第二次世界大戦を踏まえて、平和ということを考えていかなきゃいけないのかっていうのを、広めていきたいと思いますので、木村さんもぜひ、頑張って。ISF ではですね、主流のメディア、新聞、テレビが流しているようなものとは全く違った、形で、真実をね、これまで一貫してお伝えしてきていると思いますし、羽場さんなどにもね、何回もですね、出ていただいて、ウクライナ情報といいますか、情勢の真のね、情報をね、発信していただいてきたと思います。そうした中で、やっぱり羽場さんなんかの見方というのは、僕らから見れば非常に真っ当だと思うんですよね。実際、ウクライナ戦争を引き起こしたのは、ロシアがというよりも、ずっと翻ると、2014年とか、その前のオレンジ革命も含めて、アメリカ、西側がずっと仕掛けていたものであると。で、まあ、ロシア、プーチンがそれに対応せざるを。終焉の30年間の NATO の拡大。ですよね。NATO の拡大もそうですし、東ドンバスをめぐる紛争もそうですよね。内戦がずっと続いていたんだと。アメリカの対ロシア代理戦争としてウクライナが戦場にされて、犠牲になっているのがウクライナ人、ロシア人という状況が生まれているということですよね。そうですね。で、特に東部はロシア人が3割近くいて、はい、ロシア語話者が半分くらいいるので、ウクライナ対ロシアというよりは、ウクライナ東部のロシア人と、それから、ウクライナ政府という枠組みの方が大きいので、そうですよね。その辺をもう少し、メディアも、それから研究者も報じていく必要はあるのではないかな、はいはい。だから僕もですね、ユーゴスラビアの問題をやっていましたので、コソボなどの独立を西側アメリカなどが強引に認めていって、既成事実化したという経緯があるんですけれども、そのコソボなどに対する対応と、今度のウクライナのね、東ドンバス地域のロシア系住民の意思表示に対する対応が全くダブルスタンダードで違うじゃないかというのをプーチン大統領が言っておられますよね。まさしく、そうだと僕は思います。東ウクライナの住民とか、クリミアの住民の意思というのが全く無視されてますよね。何か全てプーチンが牛耳って、コントロールして無理やりそういう意思表明をさせられているかのような報道がまかり通っているというのが非常に異常だと思います。実は2014年の3月に、今東大に移った、松里さん、その時は北海道大学だったんですけど、はあはあ、松里さんがクリミアにいたんですね。はあはあ、で、はい、クリミアにいて、その後、現代思想か、現代の理論に、はい、その記述を書いたんですけれども、一応、形式的にではあれ、住民、
投票に基づいて、選挙のその投票用紙が配られて、で、特に軍人は、武器を持って並ばせてるんじゃなくて、市民が、自発的に選挙会場に行って、で、最終的にロシアに、帰属するということが決まった時には、住民は、うらーと言ってすごい大喜びをして、で、花火が打ち上げられて、ウォッカで騒いでいたっていうのを書かれたんですけああ、ど、それはね、本当それ貴で重もなのすごく叩かれ情たみ報たでいすでよね。す。そうですね。実は2014年のことですよね、それはですね。はい。はい。クリで、ミアそれから合意。1年後に、鳩山先生がですね、木村光宏一水会の会長とかね、高野はじめさんなんかと一緒にクリミアを訪問されて、クリああ、ミそうアなんですがね。平和裏にロシアへのその独立とロシアへの編入を受け入れていると。で、これから何百回国際監視団付きで住民投票をしても結果は変わらないだろうと。皆クさリんミアはそうなんで独す立ね。してロシアに編入してよかったと。もともと1954年まではソ連でしたけど、ロシア領だったんですよね。ロシアなんですよね。ロシアそうで人すがね。もういや、多は数派でしたい。からね。それそうですをね。で、基本当時的のにフルシチョは、フが行政91区年ま画を変で、えてウクライナソに連編入邦しのた。中のウクライナでしたから、だからそういうで、ことも全くこう報道では無視されてますよね、主流メディアのね。そうですね。東ウクライナについても、そのドンバスの2州は、2014年の時に独立宣言をして、その前は連邦化を主張していたんですけでど、すよ独ね。立宣言をして、で、できればこう、ロシアに編入したいということを言ったんですけど、プーチンはその時は断ったんですよだね。からプーチンはずっと慎重だったんですよね。そうですで、ミンスね。ク合意を守ろうとしたわけですよね。ミンスク合意そうはでそすね。の東ドンバスの2州に高度な自治権を与えるということでありましたのでね。ところ住が、民投票をして決めるということウでクすライか。ナとかアメリカ西側にはミンスク合意を全く守る意思はなかったというのを、メンケルとかね、オランドでしたですかね、ドイツとフランスの戦いが元ね。トップがばらしましたよね。単なる時間稼ぎだったと。でも、オランドと、それから、まあ、社会党のオランドと、それから、キリスト教、民主党のメルケルの、提示したミンスク合意、ミンスク2は特に非常に大きな意味のあるものだったと思いますし、私たちも今、とりあえずは武器を置いて、間に緩衝地帯を設けて、その緩衝地帯に、まあ、その中立軍が入らなかったことが、ウクライナの侵攻を、ごめんなさい。ここカットしてください。あ、ダメか。ウクライナの、攻撃を、始めさせた原因になっているので、国連の PKO のような形で、そうですね。中立軍を入れた方がいいのではないかというような提案をしています。で、国連も今、それを検討しているというふうに言われていまあ、ます。そこら辺の専門家である石崎健二さんなどにもね、ISF にも出ていただいて、同じようなね、提案もしていただきましたけれども、そもそも去年の3月の時点でもう停戦合意ができつつあったと。あ、それそうですをね。潰させたのがイギリスであり、アメリカであり、その後ブチャの虐殺なるものがでっち上げられて、全くそういうね、停戦合意が葬り去られて、大量の武器、兵器、弾薬を西側が供給することによって、戦争が続けられることになって、現在も続いているという状況ですよね。そうですね。まあ、ブチャは両方あったと思うんですけど、一方で、例えば、ワグネルなどのような、部隊が入っていって、正規軍ではない傭兵がやった可能性もありますし、それはでも、両方だと思うんですね。ロシア側だけではなくて、ウクライナの側もあると思うので、そこは、国連が今、ファクトチェックをしていて、非常に慎重に、何が真実だったのかっていうのを調べているっていうことは言われていました。今年の1月に国連本部に行ってきて、
ウクライナ担当の方と話してきたんですけれども、報道されているのとは、かなりニュアンスとして異なって、個人の意見としてしか言えないというふうには言われましたけど、できるだけ中立性を担保するような形で調査しているっていうことは言われていました。ただやっぱり僕は国連も含めて国際機関が本当にウクライナ問題をまともな調査をしてね、それをちゃんとした結果を出せるかどうか、例えばノルドストリームについてもね、まともな調査を今国連がやってるとは思いませんし、ニューヨークに本部がありますからね。生物化学兵器の問題とかもロシアが一貫して国連で訴えてるんですが、一切無視されてるような状況ですからね。そこら辺についてはあまり期待できない部分もあると。ただ一方でアそうムでネすスね。ティインターナショナルがね、ウクライナ軍の残虐行為をレポートしたりとか、そういうのは出たりはしますよね、時々ね。そうですただ、ね。すぐにそれを撤回したり封印したりされてますけれどもね。だから圧倒的に国際的な情報戦で、西側が圧倒的な影響力を発揮していて、ロシア発とか、心ある世界のジャーナリストなどが発信している情報については、なかなか世界中に伝わっていかない状況が今も続いているということでだとも、思い個ます別ね。に話してみると、この間、平和フォーラムでも、トルコの人が、今回のウクライナ戦争で得したのはアメリカだけで、ヨーロッパは今衰退しつつあるっていうようなことを、会議の公式の場で話されましたし、それは本当その通りですよね。そうですね。だから同盟国を、もう衰退させながら、アメリカの覇権を強化するっていう戦略は、今、ヨーロッパの中では危惧を生み始めているっていうのが一つあると思うんですね。それ重要な視点ですよね。僕はそうでウすクライナね。戦争をアメリカが引き起こした狙いの一つは、ロシアの弱体化、あわよくばプーチン政権の崩壊を狙うと同時に、ロシアとヨーロッパ、とりわけドイツとの分断ということで、ノルドストリームの破壊はまさしくアメリカとノルウェーがやったという情報も出てますけれども、その象徴であったということで、ロシア、ドイツを、ヨーロッパ、ドイツを弱体化させてアメリカに従属させることももう一つの目的であったのではないかと。で、まさしく今そうでそういうす。状況になってますよね。おっしゃる通りだと思います。私、歴史的に、アメリカの世界戦略として、ヨーロッパは統合、そして東アジアは分断ということで、研究をしていて、それをベルリンで報告したことがあるんですね。そしたら、大会が終わってから、ベルリンの、プロフェッサーがやってきて、いや、欧州も統合ではなくて分断なんだ。で、特にドイツとロシアの、協力関係はいつもアメリカによって中断させられようとしているっていうことを言われて、やっぱりね、そういう重要な聞いた指ん摘をですされける方ど。いるんですよね。羽生先生、あれですもんね、ハンガリーの研究者ではありましたが、その後ヨーロッパ合衆国じゃない、ヨーロッパ統EU 合のを研やっ究もさて、れ、で今、東アジア共同体にもね、そ目うをで向すけね。られてるというね。非常に守備範囲、世界をちゃんと見て語っておられる貴重な学いえい者、え。研究あ者りだがと思いたいまのす。は、やっぱりベルリンとか、今回もハンガリーとか、今年はインドやタイや、いろんな国に行って、そこでまた生の声が聞けるっていうことなんですよね。それは、全く大手メディアで報じられていないようなことを、皆様真剣におっしゃっていただくので、いや、だから今、世界秩序が大きく、欧米中心、G7 中心から、BRICS プラスグローバルサウスに移りつつあると思いますよね。そうしそたうで中すで、ね。ドルの国際基軸通貨としての役割、地位も、今、急激に国際取落引ちてでドルを扱わない国が増えてますので、とりわけ大きかったと思うのは、サウジアラビアというね、オイル、ね、
中国が仲介しましたよね。そうなんですよね。それもありますし、完全にアメリカ離れをして今ロシア中国に接近してますよね、サウジアラビアは。そうですね、これはもう決定的に大きな動きだと思いますけれどもね。はい、その3月に、2月にインドを訪問したんですけれども、インドもね、インドが、はい、宗主国イギリスを抜いて、うん、今世界第4位になりですよね。そして TPP ベースでは日本を抜いて世界第3位になってますよね。すごいですね。なので、うん、今非常にインドは、我々こそグローバルサウスを率いて、うん、新しい世界秩序を作るんだっていうのは、中国以上に積極的に関わろうとしてますね。いや、だから本当中、はい、インドというのは21世紀の大国で、中国が、うん、まあ、経済的にアメリカを抜いたとしても、はい、その後インドが中国を抜くんではないかとも言われてますよね。抜かしますよね、はい、人口もすでに世界一になってますし。そうですね。人口がまず世界一になり、うん、OECD の試算でも2060年には、インドが中国を抜くというふうに言っています。やっぱりね、そういう方向性出てるんですね。もう一つ重要なのは、経済と人口で抜くだけではなくて、IT のレベルでも、今インドは急速に成長していて、そうですよね、中国が10億なんですね、IT 人口。で、インドが6億程度なんですが、はい、でもこれが日本やアメリカ並みに8割、9割が、IT 人口になっていくということになると、もう欧米、日、G7 が束になっても、全くかなわない IT 人口、そうですよね、AI 人口になります。これはすごく恐ろしいことでもあるので、まあ、インドはね、数学ゼロを発見した国でもありますし、そうですね、英語がね、もう普及してますのでね。しかもアメリカのいろんな IT 企業のトップとかも、はい、インドの方がかなり多いみたいですね。多いですね。で、はい、インドは今、イギリスの首相でもあり、はい、ロンドンの市長は、まあ、パキスタン出身って言われてますけど、パキスタン、うん、インド系ですよね。だから、はいはい、多分東アジアよりもひょっとしたら先に、G7 先進国のトップも握っていくんではないかというような。ですよね。だからもう、インドをますます注目しないといけないですよね。そうですね。もともと非同盟のね、リーダーの一つの国でもあったということで、はい、ユーゴスラビアとかね、キューバとかね、はい、非同盟がもう一度大きな役割を果たす時代が来つつあると思います。この間、はい、インドに行って非常に感じたのは、ガンジー主義、ネルー主義が非常に強くて、私たちはどの地域にも覇権にも組みしない、自分たちの、はい、新しい国際秩序を作るんだっていうことを言っていましたですね。それでですね、時間がもう残り少なくなりましたので、はい、もう一度東アジアの状況に目を転じて、いただきたいんですが、台湾有事が起こると言われてますけれども、僕は実際に本当に台湾有事がですね起こる可能性というのはそれほど高くはなく、別の形でですね、うん、紛争が起こされて、とりわけ米中が全面的に戦うというよりも、日本と中国がですね、うん、何らかの形で軍事衝突をするような危険性、可能性の方が高まっているんではないかという見方をしているんですが、いかがですかね。おっしゃる通りだと思います。台湾はよく言われるように、こう世論調査をすると現状維持がほとんどで、そうですよね、8割以上がね、はい、現状維持ですよね。そうですね、はい、はい。で、また、今、米中がトップのレベルでは接近していますよね。はい、あるいは、経済面でも、一旦制裁をしていたのに、それがアメリカ経済にマイナスであるということが明らかになると、うん、中国と、まあ、経済的に関係を作っていくしかないということが、一方であります。で、さらに、大変なことは、これは沖縄の議員さんから聞いたんですけれども、はい、アメリカ、米軍が、どんどんグアムの方に、撤退しているんですよね。撤退している。はい。はい、だから、おっしゃるように、もし有事、何らかの有事が起こるとしても、米軍が戦うのではなくて、はい、まずは沖縄、台湾と、
中国、あるいは今、本土の人たちも恐れているように、大分とか青森とか、それから横浜などに、の人たち、のところで、ありがとうご支ざい援まを、す。今、重要なお話ししていただきましたけれどもね、とにかく東アジアに戦火を招いてはならないと、沖縄を再びそうで戦す場にしね。てはならないということでね、今から市民大か事らな時平期に和をなると作っ思いてまいくすこのとで、が、と幅てもさんに大も事でだすとね、思いさまます。ざまな情報発信をこれからもですね、お願いしたいと思います。あ今日はりがと貴うござ重いなまおす。話をですね、ズーム出演ということで、どうもありがとうございました。はい、これありかがらもとうごどうざぞいよまろししくおた。願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。